こんにちは、ミッチーと元保護猫でうちの可愛い飼い猫のサツキです。めちゃくちゃ甘えておりますけれども可愛い。今回はですね、愛知県の蒲郡市を旅した様子をお伝えしたいなと思っています。でね、もう蒲郡市なんですけれども、まあね、海産物がねとても美味しくて、でね、温泉もあって、でね、ラグーナ蒲郡というね有名なテーマパークもありますし、それからね、蒲郡ボートもありますし、本当にね、さまざまな名所名物がある場所なんですけれども、まあね、今回そんな中で蒲郡海鮮市場というところにまず行ってきまして、でね、こちらはですね、もうそれこそこの三河湾で獲れる、ね、魚介類が味わえるんですけども、なんといってもね、タカアシガニがねここは食べれまして、まあね、僕ね、タカアシガニ初めて食べたんですけれども、やっぱね、こんなのやっぱでかい、広げるとめちゃくちゃでかいわけですけれど、本当にね、豪快に茹でたものをねこう食べることができて、で足もね美味しいんですけれども、このタカアシガニね、身とね味噌がめちゃくちゃ美味しくて、でね、これにね、地元のね山崎豪酒というところのね尊王という日本酒を合わせたんですけども、まあこれがねよう合いまして、もうね最高の時間も過ごせましたし、他にもね、ホウボウとかね、ミルガイとかね、もうこういうのもね名物なんですけど、あとオアサリとかもね、まあ、今回は僕は食べていないんですが、三河もね名物でして、まあ、そんなものをねこう食べながら、本当にね素晴らしい時間を満喫することができまして、でね、その後はですね、竹島というところに行ったんですけども、こちらはですね、本州からね400メートルぐらいしか離れていないんですけれども、生態系がねもうそれとも全然大きく違っていて、もう島全体がね天然記念物に指定されているんですけれども、こちらをね巡って、でね、この時期ですね、ゆりかもめがね飛来していまして、まあ冬なんですけども、まあね、たくさん、もうめちゃくちゃたくさんのねゆりかもめがねこう飛び交っている様子を見たんですが、これがまためちゃくちゃねいい感じで、もうねすごい癒されたんですけれども、でね、この日は蒲郡のね愛知県屈指の、温泉とかいったのもある宮温泉というところの、松風園に泊まったんですけども、この松風園がですね、またもうどこからでもオーシャンフロントで、もう部屋はもちろんロビーもですし、温泉からもねもうバーッとこうね、三河が広がっている中をね楽しむことができて、料理もねめちゃくちゃ美味しかったですし、温泉もね塩化物泉なのでね、舐めるとちょっとしょっぱいんですけれども、これもまたねとてもいい湯でくつろげまして、まあね大充実の時間を過ごせたんですが、でね、あとはですね、小安弘法大師というところに、ね、行ったんですけども、めちゃくちゃ巨大なね弘法大師のところがバーッとあるんですけど、まあ、そこでね可愛い猫に出会うことができまして、でね、ちょっと猫にも遊んでもらいまして、でね、その後は蒲郡クラシックホテルというね、昭和天皇とかベーブ・ルースとかね、もう名だたる著名人がね泊まったクラシックホテルがあるんですけども、こちらのねバーラウンジのアゼリアというところでね一服しまして、庭園もね散策して、でね、最後は明治36年創業の蒲郡うどんというね、あさりが入ったこううどんがあるんですけども、発祥のお店の八百吉というところでね、うどんを食べたんですが、あいにくね僕が行った時はですね、あさりの時期ではないので、まだね蒲郡うどんは食べれなかったんですけれども、その代わりね、もう一つの名物の龍神といううどんを食べたんですが、これもねまためちゃくちゃ美味しくて、もうね、温泉といい、海といいね、自然といい、グルメ、お酒といいね、もう素晴らしい旅になったのでね、ぜひ、この動画最後までご覧になっていただいて、蒲郡観光の参考にしていただきたいですし、ね、旅をした気分も一緒に味わっていただければなと思いますので、最後までどうぞご覧ください。はい、それでは早速蒲郡に到着。まずは海鮮市場から。市場の中は地元三河湾で獲れた魚介類の他にも様々なものが並んでいました。魚介類大好きな僕としては
見ていて飽きません。僕、何気に三河地方でこんなにタカアシガニが取れるっていうことをここに訪れて初めて知りました。立派なカニがたくさん。めっちゃ壮観です。メヒカリも名物なようで、揚げたてを試食させていただきましたが、めっちゃふっくらで激うま。もうあんまり美味しかったんで買って帰りましたよ。三河湾には渡りガニやミルガイや大アサリやアサリなど様々な名物があります。それらをこうやって一度に見ることができるのは楽しいですね。そうそう、タコとかホウボウもこの辺りはたくさん取れるんです。プラス100円でここで食べていけるっていうのも最高です。珍しいだよこれ。おー、なるほど。へえ、市場の人がさばいているのを見るのもとても楽しいです。こんなに美味しそうなものをいろいろ見せられちゃ食べていくしかないでしょう。地元愛知県西尾市のお酒尊王をチョイス。タカアシガニの甲羅も売っていました。まずはメヒカリの唐揚げとミルガイを尊王とともに、そしてホウボウのお刺身も追加。かー、うめえ。もうね、至福の時間でございます。僕、ミルガイを買って自分で調理したことはないのですが、食べない部分があるってことを今回初めて知りました。タカアシガニも食べ方のレシピをつけてくれるっていうのが親切ですね。こっちの側はね、だいたいね、平均1万5000円以上だから2万まで。なるほど。2万2000円っていうのが1匹しくる。あと1万6000円、1万7000円。なるほど。中間値こっちは1万2000円ぐらいから、うん、あ、大体ね、9000円ぐらいから1万2000円ぐらい。なるほど、うん、これ食べたことないんですよね。結構あれなんですよね。
で1万2000円かな。いやー超立派、これで十分ですね。写真撮る、撮ります。なるほど。で普通だったらまあ一で食べるんだったらこれ切っちゃって、うん、で真ん中でピピッと切っちゃって、じゃあボールを押さえてなかなかでこうやってポーンってそのまま取れちゃうので、うん、だからそのカニ食べポーズ、カニ食べにもやるだけでいい。あまり強くやったら2万セットで、軽くやったら、で、大口開けて。ということで、まず一口目はカニ食べポーズでいただきます。眉。高橋ガニも尊王のお酒と一緒にいただきました。ごちそうさまでした。喜んでもらって嬉しい。美味しかったです。いやー、お腹いっぱい、満足じゃ。続いては蒲郡青果地方卸売市場へ。蒲郡みかんを試食させていただいてゲット。市場を後にしてからは竹島に到着。海を眺めているとテンションが上がります。竹島では1月から2月の冬の時期にユリカモメの大群を見ることができて、素晴らしい景色を望むことができました。海と竹島とユリカモメの風景。高台には格式のあるホテル、蒲郡クラシックホテルも見えます。長さ387メートルもある竹島橋を渡って、いざ竹島へ。
橋の上から望む海の景色もとても素晴らしいです。竹島にある日本七弁財天の一つ八乙女神社の鳥居をくぐって島内へ。この竹島は対岸から約400メートルしか離れていないのに、本土とは異なる独自の植物体系を持ち、その特異性から島全体が国の天然記念物に指定されています。とりあえず八乙女神社の拝殿を目指して進みたいと思います。こちらが八乙女神社の拝殿。参拝が終わってからは島を一周するためにどん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 先へ進んでいきます。この竹島は周囲約680メートル、面積約1万9000平方メートルの島で、約30分で島の外周をぐるっと一周できます。小さい島ですが、現在238種類の高等植物の自生が確認されています。
変わった鳴き声のする鳥に出会いました。明日また蒲郡クラシックホテルには来るのですが、一旦さらば竹島。今回の旅のメイン、愛知県屈指の温泉街宮温泉に到着。お世話になる宿はこちらの松風園。開放的な窓から海を眺めることができて最高。飾られているひな人形もあでやかです。館内めっちゃくちゃ広いんですが、どこからでもオーシャンフロントというのがもう本当に最高。お部屋に到着。もちろんこちらからも海の景色を一望することができます。いやマジ絶景。程よい酸味の蒲郡みかんクリームをサンドした蒲郡みかんゴーフレットとお茶をいただきつつ一服してから早速温泉へ。決して新しい建物ではないですけれども、とても豪華な作りの館内、見応えがあります。この絞りののれんがかかっているのがまたいいですね。舐めるとしょっぱい塩化物泉。海を眺めながら入る温泉は本
と最高。あー、いいお湯。しかも夕日がまた超綺麗。天気にも恵まれて素晴らしい夕日を眺めることができました。夕日を眺めながらの足湯も最高でしたよ。サンセットゼリーサービスというものがあって、湯上がりに夕日を眺めながらゼリーとグリーンティーをいただきつつ黄昏れてみました。マジで落ち着く。ほんと晴れてよかった。沈む夕日をずっと眺めていました。飽きんわ。そしてお待ちかねの夕食。まずはビールと手巻き寿司。それから地元のお酒、山崎合資会社の尊王をいただきました。料理もどれもとても美味しかったです。ごちそうさまでした。僕普段チューハイ飲まないんですけれども、この愛知蒲郡煮缶クラフトチューハイめちゃくちゃ美味しかったです。おすすめ。でぐっすり休んで次の日の朝食、もちろん激うま。僕普段朝ごはん食べない派なんですけれども、なんでこういうホテルや旅館の朝食ってがっつり食べれちゃうんですかね。不思議だわ。食事の後は入れ替え制で入れ替わった温泉へゴー。こっちはなんかめっちゃ豪華な休憩室があるんですけれども、内湯の様子、タイルで描かれた絵がめっちゃ素敵です。露天風呂もこっちの方がいいですね。めっちゃ開放的。
あーもうほんと幸せ。朝の足湯の様子、風呂上がりにコーヒーを飲んで一服、しみるわ。海をバックに飾られたひな人形も、地元蒲郡出身の作家広浜和俊さんの作品も、その他調度品、どれも見応えがあってとても素敵でした。小風園をチェックアウトしてからは浜辺を散策、海風が心地いい。宮温泉街を後にしてからは高さ約19メートルと東洋一の大きさを誇る子安弘法大師の像を見にやってきました。高台からは蒲郡の街並みが一望できます。そしてこちらが子安弘法大師像、圧巻の大きさです。なんと猫がくつろいでおりました。かわいい。なんとか子安弘法大師と猫のこのツーショットを撮りたいのですが、なかなか体勢がきつい。そして気づけば平和の象徴鳩もたくさん集まってきました。恋人たちの愛の鐘なんていうものもありました。あら、もう一匹猫が。こっちもかわいい。そしてキジトラちゃんが近寄ってきてくれました。あ、懐いてくれてめっちゃかわいい。こっちのバイカラちゃんはまったり。いやー、2匹とも超可愛かったです。うちのサツキには負けるけれども。後ろから見ても大迫力。僕こういう象の後ろって見たくなるんですよね。で、裏にはたくさんのお地蔵さんが並んでいました。そして金剛寺をお参り、高野山真言宗のお寺です。ちょうど訪れた時にはご祈祷が行われていました。
スワヤンブナートの仏塔、ネパールの首都カトマンズに立つ最古の寺院の仏塔のレプリカだそうです。日本で唯一の本場ネパール職人がネパールの建材で作ったマギ塔。お参りした後は僕もマギ車を回してみました。このマギ車、チベット仏教の場合は右回りに、梵教の場合には左回りに回転させると、回転させた数だけ仏教経典1万2000余巻の経を唱えるのと同じ功徳があるとされています。異国情緒あふれる作りでとても見応えがありました。続いては三河湾国定公園の中心の高台に立つ1934年昭和9年創業のお城のような外観の日本を代表するクラシックホテル、蒲郡クラシックホテルへ。こちらは鉄板焼きレストラン六角堂。庭園もとても広大で見事。こちらはカレイドチャペル。とても素敵な建物です。高台からは三河湾と竹島を望むことができます。神殿、森と海の社。庭園内には至る所にユニークな生き物が飾られています。これもね、いろいろ探したり見たりするのも楽しいです。蒲郡クラシックホテルの外観と早咲きの梅の共演、美しいですね。この蒲郡クラシックホテルはツツジの名所にもなっていて、季節になるともうそれはもう美しい風景を楽しむことができます。さあいざ館内へ。さすがの重厚な作りで歴史を感じます。エレベーターがまたね、素敵ですね。素敵なエレベーターに乗ってラウンジ&バーアゼリアへ。もうどこを見ても素晴らしい作りの見応えのある建物です。天気が良かったらテラスに行きたかったところです。旬のいちごのケーキとコーヒーを堪能。まあ美味しいに決まっとるじゃんね。こちらにも可愛らしいひな人形が飾られていました。
いやー、素晴らしいホテルでした。今度はツツジが満開の時に訪れたいものです。蒲郡の旅最後は明治36年創業、蒲郡うどんの元祖竹島うどんが有名な名店八尾吉でランチ。この蒲郡うどん、もちろん竹島うどんもですが、アサリをたっぷり使った蒲郡の名物うどん。お店の歴史の紹介もあります。あいにくね、アサリの時期しかやっていないので、この時は食べることができなかったのですが、もう一つの名物龍神うどんをいただきました。このうどんマジでうまかったです。最後には手打ち場での仕事風景を見ることができて、大満足の蒲郡の旅になりました。はい、というわけでこの愛知県蒲郡市の旅いかがでしたでしょうか。もうね、本当にこの、想像以上にね、素晴らしい出会いがね、というか出来事がね、たくさんあった旅になりまして、宮温泉のね、松風園のね、このもうどこから見てもオーシャンフロントで一面海がバーッとこう見えるところはね、もう最高でしたし、まあ夕日は超綺麗でしたし、でね、温泉もね、舐めるとね、ちょっとしょっぱいこのね、塩化物泉で、でね、海を眺めながら見るね、温泉も最高でしたし、でね、市場で食べた人生初の高橋ガニもね、まあこれもね、地元の人が言ってた通りね、足ももちろん美味しいんですけれども、身がね、もう本当にね、もう味噌とも今ってめちゃくちゃね、食べ応えもあって美味しくて、これがね、また地元のね、山崎帽子というね、酒蔵の尊王というお酒とね、まあ弱ってね、昼間からも最高の時間を過ごすことができましたし、でね、八尾市というところもね、うどんも美味しかったですし、蒲郡クラシックホテルはね、もうさすがの風格で、でね、こちらのラウンジバーでね、いただいたケーキとコーヒーをね、いただきながら優雅なね、時間を過ごすこともできまして、で竹島もね、本当に散策していてとても気持ちよかったですし、でね、本郷寺ではね、猫とね、戯れることもできましたし、まあね、うちのさっちゃんの方がこっちにうちのね、さっちゃんの方が可愛いんですけれどもまあね、最高の時間を過ごすことができました。まあね、僕ブログもね、やっていまして、ミッチーの王子と呼ばないでというタイトルでやってるんですけれども、こちらでもね、YouTube でご紹介しているところももちろんですが、ブログなどのこともね、書いていますので、合わせてご覧になっていただけると旅の参考になるかと思いますので、ぜひね、見ていただきたいです。でね、本当に全国いろんなところに巡っていて、もうね、それを動画に上げていますので、ぜひね、これもね、旅の参考にもなるかと思いますし、旅した気分をね、味わっていただけるかなと思いますので、ぜひね、合わせてご覧になっていただけると嬉しく思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録のボタンをポチッと押していただけますと、僕のテンションが上がってやる気になりますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。寝てますねそれでは他の動画もぜひご覧ください。じゃあバイ。